JR 武蔵野線西浦和駅の南側、駅のホームからも見える場所にある田島団地。広く田畑が広がっていた土地に昭和40年に完成。かつては最寄りが浦和駅で、団地まではバスで15分ほどかかる陸の孤島だったが、武蔵野線の開通で駅前団地となった。住民の人たちもさぞ喜んだことでしょう。紅葉も相まって、この日の団地はとても美しい眺め。給水塔にポイントハウス、そして商店街もあり、団地好きのポイントを一通り押さえている。ずらりと並ぶ中東も壮観。駅から近い歩道橋からの眺めがおすすめ。築60年近く経過していて、老朽化が進んでいるので建て替えが検討されているという。